ご視聴あざます、しです。今回はホリエモン VS ひろゆき再び若はどっちか徹底解説についてまとめました。ひろゆき氏がとあるポストを投稿してましたが、それに対して若と酷評したのはホリエモン氏。今回は双方の意見で分かりにくい部分もあるので、可能な限り分かりやすく解説しながら双方の主張を論評していきたいと思います。ことの発端はとあるネットニュースです。必要部分抜粋して紹介させていただきます。大阪府が2025年の大阪・関西万博に小中学校の子どもたちなどを招待する事業について、大阪府の教職員組合が5日、府や教育委員会に対し事業の中止を求める申し立てを行いました。大阪府は府内に住む4歳から高校生までを無料で万博に招待することにしていて、各学校に対して校外学習など学校単位で参加するかどうかの意向を回答するよう求め、5月末の期限までに約1740校から回答があり、全体の約7割に当たる約1390校が希望すると回答していました。これに対し教職員組合は、会場への貧弱な交通体制やメタンガスの爆発事故が起きたこと、避難計画が作成されておらず、下見の時期やどのパビリオンに行けるかが未定であること、緊急時の医療体制などの不安があることなどを挙げ、大阪府と府教委に対し学校単位での子ども招待事業の中止を求めたということです。このネット記事を引用して物申したのはひろゆき氏。 X にて次のようなポストを投稿してます。大阪万博は大人気なんだから無理して行きたくない子どもたちを招待する必要ないですよね。それに対して、あなた頭大丈夫、それならあなたが行けばという批判コメントが寄せられましたが、再びひろゆき氏です。皮肉がわからない人を見かけるたびに、ツイッターをやってると一般人のレベルを再認識できるので大事だよなと思うオイラです。日本人の半数の偏差値は 49.9 以下。さらにこれに対して噛みついたのはホリエモン氏です。偏差値とはデータの値を平均50、標準偏差10のデータに変換した値であるので、この表現は適切でないというかバカ。こうしてバカにされたひろゆき氏、それに対してひろゆき氏の反論です。日本人の偏差値の半数が 49.9 以下を否定する人はいくつだと思ってるのだろう。サイコロを10回振ると出目に偏りが生まれました。1億回繰り返すとほぼ理論値になります。対数の法則を知らないのかな。ここまでがひろゆき氏とホリエモン氏のレスバの一連の流れです。ここでのひろゆき氏とホリエモン氏のレスバに対して分かりにくい部分があると思うので、先にお互いの主張を補足説明しておきましょう。ひろゆき氏は日本人の半数の偏差値は 49.9 以下と言っていて、それをホリエモン氏はこの表現は適切でないというかバカと言ってます。では日本人の半数の偏差値は 49.9 以下とならないパターンを考えてみましょうか。分かりやすさ優先のためにものすごく単純な状況にしますね。ここに3人いるとして、それぞれの偏差値は60、60、30だとします。当然3人の偏差値平均は50になってます。でもこの例で言うと、偏差値が 49.9 以下の人は3人中1人なので 33% です。つまり日本人の偏差値 49.9 以下が半数というには誤差があります。これがホリエモン氏のこの表現は適切でないというかバカという発言の意味です。そしてホリエモン氏の言う標準偏差というのは、ざっくり言うとデータのばらつきだと思ってもらえればいいかと思います。標準偏差が10ある、つまりそもそも多少のばらつきを許容しての統計なんだから、必ずしも偏差値が 49.9 以下の人間が半数になるとは限らないよということですね。続いてひろゆき氏のサイコロについての反論の補足説明です。サイコロの1が出る可能性は6分の1です。これは1だけでなくて、確率上で言えば2から6までも含めて全ての出目が均等に6分の1になります。じゃあこれを60回振ったとして、確率的に予想されるのはそれぞれ10回ずつ出るというパターンです。でも本当にそうなると思いますか？実際やらなくても経験上理解できると思いますけど、ほとんどの場合で多く出る出目と少なく出る出目が発生します。ホリエモン氏はこういうパターンが一般的に発生しうることを指摘したんですけど、ひろゆき氏はサイコロを何回も振っていけば理論値に近づくのは統計上当たり前なんだから、そんなこといちいち補足説明することじゃないでしょという反論をしたわけですね。ではお互いの主張を理解していただいたという認識で、ここで一旦国民の声を聞いてみましょう。この後水の意見を述べさせていただきます。言いたいことが大体わかるし、多分その言いたいことが通じるかどうかをテストされたんだろうなって思ってた。厳密に言うと違いますよね。中卒でデータに入っていない人もいる。そういう人でも環境がそうさせたのであって、環境が整ってさえいれば高い数字を出すから半数という表現はおかしいとか、そういうのは趣旨ではなくて前段として皮肉が通じないなので、曲解されやすい数字を使って言葉の表面しか見ない人のあぶり出しをしたんだと思う。ゆえにホリエモンは反応しちゃいけないやつに反応しちゃったんだなと思う。テストは科目ごとはもちろん、同じ科目でも難易度が異なれば平均値や標準偏差ばらつきを表す指標が異なるわけだ。簡単に言えば90点を取ったといっても
平均が85点のテストと平均が50点だったテストでは意味が全く異なるわけだ。テスト間の比較がしやすいように平均値を50、標準偏差を10に調整したものを偏差値という。ただそれだけの意味しかない。ただこの人たちの議論を見てもわかるように偏差値はある程度は頭の良さを表すかもしれないが人間としての素晴らしさを表す指標にはならない。言いたいことが大体わかるし、多分その言いたいことが通じるかどうかをテストされたんだろうなって思ってた。厳密に言うと違いますよね。中卒でデータに入っていない人もいる。そういう人でも環境がそうさせたのであって、環境が整ってさえいれば高い数字を出すから半数という表現はおかしいとか、そういうのは趣旨ではなくて前段として皮肉が通じないなので、曲解されやすい数字を使って言葉の表面しか見ない人のあぶり出しをしたんだと思う。ゆえにホリエモンは反応しちゃいけないやつに反応しちゃったんだなと思う。完全に左右対称の釣り鐘型を描く正規分布を前提とした場合には中央値が50ということはあり得るのかもしれないけど、必ずそうだとの論は成り立たない。大体の場合は上に偏ってるんじゃないか。そう考えると偏差値75ってのも計算上は母集団の160何人かに1人ってことになるけど、意外と50人とか100人とかに1人くらいはいるのかもしれないね。そもそも何かの模試を受けた人の中での偏差値はあっても日本人全体の偏差値ってあるのかな。では水の意見です。議論の本質的な部分を考えますね。その本質とは、このひろゆき氏の日本人の半数の偏差値は 49.9 以下という発言、この一文がひろゆき氏の発言全体においてどういう位置づけかというのが本質です。例えば日本人の半数の偏差値は 49.9 以下である、だからこういう結論に至るということだと、偏差値の発言は結論に至るための重要なポイントです。ゆえにそこが正確でない場合は問題があります。でも今回の場合、前段では統計が必要そうな内容は書かれてないので、批判ポストに対しての売り言葉に買い言葉で日本人の一般的理解力ってこんなもんですよねという程度の意図でしょう。ひろゆき氏も分かっていてそこまで正確な説明はしてないと思いますし、最後の一文を省いても会話が成立しますしね。例えるなら49円の商品を買って100円を支払った、そしてお釣りを受け取った。これに対してひろゆき氏は50円のお釣りを受け取ったと答えて、ホリエモン氏は51円だろバカかと返した。このやり取りが数学の勉強での話だったり、会話の流れとしてお釣りの金額が意味を持った会話ならひろゆき氏は間違ってます。でもひろゆき氏は主題はそこじゃないので、だいたい50円と理解してもらえれば会話として成立すると判断して1円を省略した、その程度の話です。つまり結論としては、ホリエモン氏の低次元な言いがかりだと判断します。そもそも偏差値のばらつきなんてテストによって様々なので、いちいち正確な数字は出してられないでしょう。出せたとしてもこの文章の流れで日本人の半数の偏差値は 49.4924% ですなどと書いたら書いたで、約 50% でええやろとツッコミが入るだけです。今回の国民の声においても、その辺の双方の発言を正確に解釈して意見している人はかなり少ないと感じました。でもってここで水が言いたいのは、実はここではなく、水の過去動画でも紹介しましたが、ホリエモン氏の6月5日投稿文ポストをご覧ください。クソリプに潜む知的格差。昨日はメンタリスト大吾との食事会だったのだが、そこで X でクソリプを飛ばしてくる人たちの話題になった。大吾も私も多くの人からクソリプをたくさん飛ばされる側の人間だと思われるが、そのクソリプ具合にいつもうんざりしている。ブーメランオーツ。ホリエモン氏、ご理解いただけますか。水基準ではこういうリプライがクソリプというものです。そもそもホリエモン氏はひろゆき氏に絶縁を突きつけてるわけです。ひろゆき氏が何か言っても無視すればいいだけの話なんです。特に今回の件で言うと、ひろゆき氏がホリエモン氏に絡みに行ったわけでもないのに、絶縁相手に自ら絡みに行って勝手に上げ足取ってうざ絡みする。そこはこういう方が正確ですよというアドバイスならまだしも、プライドの高さからバカとマウント取ろうとして本質から外れた批判をするその恥ずかしさ。強い言葉を使えば間違えた時には当然余計に恥をかくことになります。今回のホリエモン氏の発言は正解不正解で語るべき発言ではないものの、ひろゆき氏の発言もまた次第とは関係ないんだから、いちいち目くじら立ててひろゆきがするようなところでもないんです。推的には国民の声にあった偏差値はある程度は頭の良さを表すかもしれないが、人間としての素晴らしさを表す指標にはならないというのが秀逸でしたね。ではスーパーサンクスの紹介です。ちょっと検索するだけで自分が親父に言われたから言ってみる気になったといったインタビューなどが出てくるわけですが、どうやったらそんな弾力が。ちゃうな、鈍感なだけだわな。ただ鈍感なだけならいいのですが、これが嘘ついてるうちに自分の中では真実になっちゃう類だと、これはもう手遅れですね。トム様、スパさん、あざます。こちらユタボン氏の発言に対するコメントです。実際もう嘘と真実の境界線が曖昧になっちゃってると思いますよ。インタビューや SNS など履歴が残る情報で言ってることがずれまくってる以上、少なくとも罪悪感はなくなってると思います。
もちろん嘘をつく言った盆子本人も悪いのは当たり前ですが、それ以上に悪いのがその嘘を指摘した時に逆ギレや知らんぷりで問題解決してしまってる周りの親ですね。仮にも一時代を作った一人ではありますが、動画内でも言及されてるように、彼だけで時代を作ったわけではない、助け合ったからこそ作れた奇跡なのに、フロントマンイコール俺の俺だけの人気と考えてしまう単純さが結実して今があるのではないかと愚行します。トム様、スパさん、あざます。こちら宮迫氏の発言に対するコメントです。売り言葉に買い言葉の部分はあったにせよ、どこかで自分の実力を勘違いしてたからこそ出てきた発言なんでしょうね。この辺に炎上しても復帰できる人とできない人の差がある気がします。番組なんぞ、取れ高の関係でオールカットなんぞ、日常茶飯事でしょうに、それだけ世間に求められていないということではないでしょうか。トム様、スパさん、あざます。こちら宮迫氏の地上波復帰番組が放送中止になった件に対するコメントです。粗品氏が言うにも珍しいパターンらしいので、そこは同情する余地があるとは思います。でも経緯を見る感じですと、過去の宮迫氏の振る舞いが招いてる結果な気はしますね。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。